はい、皆さんこんにちは、モモスケです。今日はですね、ランクル再生シリーズボディ塗装の途中で、まあ、次回、ボディを塗るわけなんですが、ボディの補修の他にもう一つすっごく気になるところがあって、カーフィルムなんですよね。もともとミラータイプのカーフィルムが貼ってあって、まあ、まずその僕ミラータイプのカーフィルムが好きじゃないというのと、古くなってフィルムも傷んでますんで、今回はカーフィルムを貼り替えようということで、大垣市にあるグロスワンさんにやってきました。いや普通にね、客としてカーフィルムを貼るのを頼みに来たんですけども、もう変なやつですよね。来ていきなり YouTube やってるんですけど撮らせてくれませんかというふうにお願いしたところ、店長さんから OK をいただきましたので、今日はですね、少し作業の様子を見させていただきたいと思います。糊が残ってると、外から見て目立っちゃうので、うんうん、そういうのをちょっときれいにするのにちょっと時間かかるんです。あ、分かりました。待ってます。大丈夫です。よく市販の安いカット済みフィルム売ってるじゃないですか。はいはい、ああいうのはどうなんですか。耐久性が良くないですね。あ、色落ちがするって感じですか。色落ちしますね。あと傷も入りやすいですし。
感じ。早いですね。大丈夫ですか？ぶら下がり健康には見えないですよ。専用の機械に見えます。専用の機械でしょ。この黄色がいい感じです。工場の機械に。そう見えますね。貼る前のところの作業が出来栄えを左右するわけですよね。そうですね。今回の場合特に貼り替えなので、糊が残ってるとちょっと仕上がりが悪いので、金だらしを使って、金だらし、それで平らにということですね。
今ここ隙間空いてますけど、ゴムがかかるってことですね。こんな感じです。早すごい、ピッタチにできるところがすごい、やっぱりそこがということで、今回ですね、大垣市にあるグロスワンさんにうちのランクルのね、カーフィルムを貼ってもらいました。いや、まずね、かなりお得な金額でやっていただけましたね。剥がしは別ですね。もともと貼ってあるフィルムの剥がし代は別になるんですけども、3万8000円税別で、後ろの音は、クォーターガラスで、ハッチのガラスっていう風に、まあ、5面になるのかな、貼ってもらうことができました。そしてクオリティですね。やっぱね、まあ、器用な人は自分でもフィルム貼れるんだけど、もともと使ってるフィルムの材質もそうだし、やっぱテクニックすごかったっす。実際見ててすごいね、なんかね、簡単に型を取ってるような感じでパパパってやってくんだけど、貼ってくとぴったしのものが出来上がってる。そしてもう気泡なんか一切入ってなくて、クオリティが高いということで、いやー、やっぱプロは違うっすね。なんでも、まあ、小春ちゃんとかも見てて、板金の技術プロは違うなって思うけど、やっぱこういったカーフィルムもね、全然違うんだなというのを実感できました。グロスワンさんは、カーフィルムの施工の他に、車の磨き、コーティング、あと内装のクリーニングなんかをやってくれるショップさんですので、気になる方はね、ぜひホームページの方見てみてください。以上、長岡 HR 桃助でした。バイバイ。